ジャイアントババさんのエピソードで僕が一番好きなエピソードっていうのがあって、マジカル頭脳パワーっていう番組が日本テレビでやられてる時代で、アナウンサーの永井美奈子さんとかが出てたんですけど、そこの収録にジャイアントババさんが行ったんですよ。で、ちょうどその頃、テレビ局にその爆弾が郵送で送られるっていう事件があって、で、その郵便物を開ける係だった人の指が吹っ飛んだっていう事件があって、で、テレビ局のセキュリティがすごい厳しくなったんですよ。で、テレビ局入る人がどんな人なのかっていうのを、逐一人物確認しましょうっていうのがあって、で、ジャイアントババさんってもう2メートル以上あるおじちゃんなんですよね。ジャイアントババさんが日本テレビの入り口に来て、あ、これから収録なんです、ジャイアントババですって言って、まあ誰がどう見てもジャイアントババなんですよ。ジャイアントババさんのモノマネとかって、まあモノマネすることあっても2メートルもあって、あの当時も60いくつだったんですけど、年齢60で2メートルあるってジャイアントババ以外いないんですよ。ただ本人確認のジャイアントババっても見ただけでジャイアントババなんだけど、警備員はジャイアントババさんの身分証明がないから追い返そうとしたらしいんですよ。まあどう見てもジャイアントババじゃんなんだけど、いや身分証がないと入れませんみたいな、いやいや身分証一切でそれジャイアントババだよみたいな、もう手めっちゃでかいんですよ。ジャイアントババさんって手形がどっかにあったんですけど、多分それ見ただけでもどう見てもジャイアントババでしょってんだけど、追い返そうとしたっていうのが僕の大好きなジャイアントババエピソードでした。はい、すいません。っていう感じで、ね、プロレスはやっぱちょっと変わってるんですよね。で、問題はジャイアントババさんが、いやいや俺ジャイアントババだよって押し通そうとしないで帰ろうとしたっていうところが、そこも面白いなと思ったんですよね。ジャイアントババさん、まあめちゃめちゃ強かったんですよ、プロレスの時代。そんだけでかいっていうのもあって、60ぐらいでも結構いい試合してたんですよね、ラッシャー木村さんと。最後の方はさすがにちょっといい年なんで、みんな本気は出さないようにはしてたんですけど、とはいえちゃんと体動く人だったんで、なので興味がある人はちょっとジャイアントババさんの試合見てみてください。すいません、本当もちょっと忙しいとこ申し訳ないですけど、チャンネル登録してもらえるとありがたいんですけど、難しいですかね。